国道273号は北海道帯広市から門別市に至る一般国道である。帯広市から加藤郡上志保路町までは国道241号、上川町の一部は国道39号との重複区間である。現行の道路法に基づく一般国道の路線として1969年12月4日、政令、 第280号の交付によって第1次追加指定され、翌1970年4月1日施行によって国道になった路線である。石狩国、十勝国、北見国の境界にある大雪山系の三国峠を越える道内屈指のダイナミックな国道路線は、1990年代初期まで三国峠を前後する区間に2車線幅あるダートを残していた。 三国峠付近の道路は、松見大橋下橋などを含む、線形改良と舗装化を伴う、道路改良工事が行われ、1993年に、全線通年通行化された。陶器閉鎖区間はなく、通年通行することができる。道路は、道幅が広く、急カーブも少ないため走りやすい。沿道は北、北狐、江戸市下、 エゾヒグマが生息する地域のため、動物の飛び出しに注意する必要がある。トンネル浮島トンネル寝大箱トンネルと銀河トンネルは、国道39号との重複区間主な、橋梁道の駅大雪山系の原生林の中を、走る国道からは、三国峠南側にある、展望台より見渡す限りの原生林を眺望できる。道東では、牧草地、ぬかびら湖付近は、 原生林の中の直線道路が続き、三国峠まで、白樺林の中を走る道路は、景観の美しい場所として知られる。三国峠以北の三国トンネルから、大雪湖まで川沿いを降り、大きく、ゆったりとしたコーナーが連続する。カーブが連続するのは三国峠の前後区間のみで、その先は、長い直線路で、ゆっくりと標高が上下に変化する。 上志保路町三股から三国トンネルを挟んで、大雪湖で国道39号と合流するまでの間は、人家は一軒もなく大雪山の原生林が広がるだけで、上志保路町と上川町の国道39号交点までの間は約 110km 区間にわたり、ガソリンスタンドもない、十章総合振興局を報く総合振興局。ありがとうございます。